チュース、ピースオブケーキの翔太です。さっさんです。あさちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャス、本日はタイトルにもあるように、はい、新たなオープニングエンディングを撮ってみようかな。イエイ。お。あさちゃんが入った直後に撮ったのをずっと使ってるじゃないですか。はい。一番長いんじゃね。一番長いんですよ。俺、卒業するの。しねえよ。まあそろそろね。変えてもいいんじゃないかということで、はい、まあ来年の動画から使えるようにちょっと今日はその撮影をしようではないかと。でその撮影風景を皆さんに見ていただいてどんなのになるのかなというのを想像していただければと思います。多分見てる方はえ、何何これ何が行われてんのっていう状況になると思いますけど、うん、なってる。なるなよ。今これ撮る前にちょっとどんなのにしようかというところをちょっと話はしていて、うん、みんな頭の中に描いてはいるもののそれが共通言語としてなっているのかっていうのがちょっと不安なんですが、やってみたいと思います。はい。ということで本日は新しいオープニングエンディングの撮影風景を見てもらおう。イエーイ。それでは本編の方をご覧ください。指示ちょうだい、指示。一回お手本じゃないけどやった方がいいかもしれない。そしたら早い可能性がある。二発ぐらいでいいっすよ。トン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 。でいいってこと？ちょっと違う。チャウの前に2発やってください。ってこと？まあ、何パターンか撮ってみたら。うん。まあ音に合わせて。それでは、せーの、チャオ。もう撮ってますよ。え？なんか違う。チェンジャーじゃないよ。ちょっと待って、もわけがわかんないよ。だから俺が叩きましょうか。いいよそれでも。うん、いいよそれでも。いいですか。っていくとこか。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。合ってたと思う。それでは、せーの、うん、いい感じ。チャオ。本日もタイトルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。各種情報に関しては下の説明欄に書いてあります。面白かったね。それでは、せーの、これ結構むずいっすよ、これ合わせるの。完璧やろ。うん、いいんじゃないですか。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。いいね、コメントもらえたら嬉しいです。その他の情報は説明欄をチェックしてみてください。それでは、せーの、ちょっとなんでだよ。なんでやねん。なんでだよ。あなんでだよ。なんでやねん。結構いいタイムだったよ今。
今いい感じだった。今でもさ、今押したと同時にさ、あずさん喋ってるじゃん。あそこさ、ちょっと頭曲がったよね。分かったって。うんから入ってくださいね、うん、いきます、せーのちょっと待って、なんで笑った。いいですか。いいよ、せーの。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他の情報は説明欄をチェックしてみてください。それでは、せーの、チャオ。際どいね、際どいね、17だったね。早口にならないように言うのって結構大変だよ。うん、でいきます。はい、せーの。Piece of cake。それで走ってそれで走って片足でって感じです。それで向こう振り向く、もうちょい振り向く、あ、手切れる、可動域ねえって、そんなに体まだあるよ、足今のやつの逆、せーの、ほい。危ない、危ない、傾いてる、傾いてる。手逆、手逆、あ、合ってるのか。もう支えてるのわかんねえ。手逆だ。反対、軸足の逆の手ですね。じゃあ今度上向き、上向くと急にバランス取れなくなる。上向くとバランス取れないでしょ。ね。後ろ向くと直されなくなる。ほら。あれこんな難しいんだ。親指を噛め。人のことバカにできないでしょ。ちょっと待って。ほらほらほら。体感がおかしくなる。でしょ。どうぞ。それ振り向いた時にやった方がいいと思うよ。先言えよって思ったでしょ。うん、もう一回。はい、撮影も終わり、どんな風になっているのか見てる方は全く想像がつかないんではないかと、はい、でもこれで想像ついててさ、1月1日の見てさ、思った通りだっていう人もさ、中にいたらすごいよね。大丈夫、撮ってる僕らも想像できてません。はい、わかりません。ダメだろ、ダメだろ、それは、ね、それはダメだろ。まあでもね、いい感じになるんではないかと思っております。はい、うん、出来上がってみないとね、うん、いいのか悪いのか分かりませんよね。はい、でもなんか年一でなんか新年から変えていくっていうのもありな気はするけどね。うん、うん、このオープニングの時は何年度版だみたいなさ、なんかそういうのもあってもいいような気もするし。でもこれでね、本当にまたメンバーが増えました、誰かが活動休止になりましたっていうと、またそこで取り直さなきゃいけないっていうさ、ちょっと大変な感じにはなると思うけど、まあ今はね、しばらく3人でやっておりますけど、はい、これが4人になるのか5人になるのか、活動休止者が増えて1人しばらく回すのか。1人は地獄やな。まあね、うん、たまにはオープニング変えてみるのもいいんじゃないかということで、はい、はい、OK です。今日は見ていただきました。はい、ありがとうございます。ということで、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それでは、せーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。
その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、チェックしてみてください。それではせーの、チャオ。